よく晴れた天気になりました。読売ジャイアンツ対阪神タイガースのゲームです。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。大勢のお客さんが詰めかけています。小宮山さん、このファンの歓声というのは試合中でも聞こえるものなんですか？割と冷静に投げてる時はしっかりと耳には届いてましたね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。まずはジャイアンツの先発今村、マウンドに上がりました。どう抑え込んでいくのか注目です。立ち上がりの配球なんですが、里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？まずその日のピッチャーの出来を早く把握して、いい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーがそのいい球引き出すことができるのか見ましょう。これはバット出ず三振です。まず一つアウトを取りました。バッターは2番に入っている糸原。今村、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。打ちました。サードゴロです。岡本アウト。ここは送球が間に合っています。バッターボックスには指名打者のボーア。ツーアウトランナーありません。マウンド上のピッチャーは今村、そしてキャッチャーは大城。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。いいまっすぐですね。はい、高めストレート、カーブ、すくい上げた。ここはフライになっています。セカンドが落下点に入ります。吉川が抑えて3アウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃が始まります。ジャイアンツはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますタイガースはご覧のような守備陣です。タイガースマウンドに上がるのは先発の高橋。どんな投球をしてくれるんでしょうか。バッターは吉川。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。セカンド吉川、背番号29。初球甘いコース、バットが出ませんでした。まあ今のはよく見ましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。高め大きく外れました。真ん中打ちました。ファウルになります。これが5球目。ボールになります。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。痛烈、これはどうだ。センターに抜ける。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁には先制のランナー、バッターボックスには亀井。まあ彼はバンドがうまいですから送ってもいいでしょうね。なるほど、そうですか。小宮山さん、バントを阻止するにはどういった配球が有効でしょうか。バッターからするとインコースの高めに速いボールっていうのは一番やりにくいということなので、そこに3球目打ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。ジャイアンツチャンスになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。さあジャイアンツ先制のチャンスを迎えています。まずは先に点を取ってピッチャーを楽にしてあげたいですね。そうですよね。さあこのチャンスをどう生かしていく。初球打ち、スタンド一直線、文句入った。ホームラン、先制のスリーランホームランです。ジャイアンツ白球高々と舞い上がり、グラウンドの外に消えていきました。ジャイアンツが先制しました。3対0、らしいホームランを見せてくれました。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いやー本当に見せてくれますよね。ここでの一発、早くも先制点を手に入れました。バッターボックスには4番岡本。ジャイアンツ見事先制点を挙げています。
小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。ノーボール2ストライク。振っていきましたが三振、ワンアウトです。バッターボックスは5番丸、ワンアウトランナーありません。ちょっとすっぽ抜けた感じです。打ちました。センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。センターが取りました。2アウトです。バッターは DH ウィーラー。ジャイアンツこの回先制となるスリーランホームランが出ています。これが1球目。初球ストライク。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。しかしこの回ジャイアンツスリーランホームランが飛び出しました。1回終わって3対0、ジャイアンツ先制です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。なるほど。ではバッテリーの組み立てに注目ですね。アウトコース見送ってストライクです。惜しいボールでしたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。バットは動きません。よく見ています。ボールになります。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。打ちました。さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスサンズ、ヒットでランナーを一塁に置いています。これが初球。空振り。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ファウルになります。非常にブレーキが効いたボールです。打者の内角をえぐるような投球でした。今ゲッツー狙い。ここでフォアボールを与えました。得点圏にランナーを進めています。もうちょっと。警察狙い、インコースに攻めてきました。さあ次のと、あっとデッドボールだ。当たってしまいました。うん、完全にすっぽ抜けです。うん、踏ん張りどころですね。さあこの場面で打席には7番の糸井が入っています。高め際どいところ見送りましたがストライクです。ショート取った。二塁へ送球。二塁フォースアウト。アウト。ダブルプレイ。タイガース1点返しました。3対1。ジャイアンツなおもピンチが続きます。バッターボックスは8番梅野。ジャイアンツこの回1点を返されています。さあリードを2点まで迫られ、なおも得点圏にランナーを背負います。高め打った。ボテボテのピッチャーゴロ。掴んだ。一塁へ。一塁アウトでスリーアウト。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。しかしこの回タイガース点差を縮めていきます。3対1。タイガースが追い上げています。2回の裏になります。7番から始まるジャイアンツの攻撃。中島が打席に入ります。ジャイアンツリードで迎える2回の攻撃です。豪快なスイングは空振りになります。打ちました。取った。一塁へ。アウト。ワンアウトです。8番バッターはキャッチャー大城。まずはワンアウトを取っています。インコース決まってストライク。スピードボールを持っています。
まあ今のはよく見ましたよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。外れていきます。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。ここは打ち上げています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターは9番に入っている石川。ツーアウトになっています。初球ボール。これは内へ外れます。ボール先行です。少し変化しました。ストライクです。ツーボールツーストライクです。内に持ってきました。フルカウントです。打ちました。ショート取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ジャイアンツ三者凡退です。2回の裏3対1ジャイアンツがリードしています。小宮山さん、序盤をリードで迎えた展開なわけですが、この後どのようなピッチングが必要になりますか？いや、もうとにかく無駄な走者を出さないことですよね。この1点に尽きると思います。ランナーを出さないピッチングができるかどうか。さあ3球目は何か。インコースに持っていきました。打ちました。取りました。アウト。ワンアウト。打順はトップに帰って近本。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。そうですね。今村、まずは先頭バッターを打ち取っています。切れていきます。ファウル。まあ出塁させると厄介な足を持ってますから、ここは絶対抑えないといけませんよね。はい、これもファウル。ボールになります。見逃し三振。打順は2番糸原。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。高めのボール、打球はセンターへ。ここはフライになっています。丸が抑えてスリーアウトチェンジです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対1ジャイアンツがリードしています。打順は1番に帰ります。バッター吉川。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。痛烈、ショートの左抜けました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット。ノーアウトランナー2塁です。さあジャイアンツ追加点のチャンスを迎えています。まあ序盤で点差をつけておけばピッチャーが楽になりますからね。そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには亀井が入っています。もう一球アウトローへ。ボールになります。打ちました。セカンド取った。一塁送球アウト。ワンアウトです。これは進塁打になりました。さてバッターの坂本、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあインコースでもアウトコースでも放り込めるバッターですから、実に厄介ですね。そうですか。打った。これは破りました。センター前。サードランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。4対1ジャイアンツ3点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。前半戦から優位に進めていこうとしています。バッターボックスは4番岡本。ジャイアンツこの回追加点、点差は広がり攻撃はなおも続いています。初球は打ち、高いですね。低めで打ち損じを狙いたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。さあ追い込んで次は何で来るか。まあ次はボールになってもいいくらい。バットに当たりません。三振。ツーアウトになっています。5番バッター丸。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。ええ、バットは触れてると思うんで期待したいですよね。ええ、期待しましょう。ツーアウトランナー一塁です。
これで3ボール、厳しくなったか。これでフルカウント、次が勝負の1球になります。甘くならない、外れてフォアボール。得点圏にランナーを進めています。落ち着いていました。おそらくボール、初球打ち、ヒットになった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナーもホームイン、追加点が入りました。ジャイアンツ6対1になりました。ジャイアンツリードを5点に広げています。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。大きなリードをもらいました。打順は7番中島。大きくリードはしてますけど、この後どういう試合展開になるか分かりませんから、取れる時に取っておきたいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。今度も真ん中に来ました。狙いが定まっていないようです。打った、左中間に強い打球、この辺りはどうか、真ん中左中間破っていきました。セカンドランナーホームイン、二塁タッチはアウト。しかしこの回ジャイアンツ4点を追加しています。3回終わって7対1、ジャイアンツのリード広がっています。回は4回の表、タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターはボーア、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ジャイアンツ大きく点差をつけて中盤4回を迎えています。インサイド落ちました、ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス大山、前の打席はしっかり捉えてましたからね、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね。2球目打ちました。この打球はフライになっています。中島抑えてワンアウト。バッターボックスは5番サンズ、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトになっています。変化球空振り、これでツーアウト。6番バッターマルテ、先ほどの打席はデッドボールでした。ツーアウトランナー1塁です。インコースを厳しく攻めます。真ん中打ちました、打ち上げた、ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが落下点に入ります。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。7対1、ジャイアンツ大量リードしています。これから4回の裏、ジャイアンツの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。背番号14、能見がマウンド上に上がっ、バッターボックス大城。ジャイアンツ攻撃が噛み合い大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。甘いボールでしたね、ピッチャーが変わった初球は狙われてますから、安易にストライクを取りに行くと危険ですね。そうですか。真ん中決まった、ワンボールツーストライクです。高め外れました。ファウルになります。真ん中打ちました、これはどうだ、センターに抜けました。先頭バッター出ました、ジャイアンツノーアウトランナー一塁です。打席には9番バッター石川、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました、木浪、二塁送球、二塁アウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。打順はトップに帰って吉川、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあここも打っていけるか。
ジャイアンツダブルプレーでランナーなくなりました。低めの球ストライク、ノーボールツーストライクです。打ちました。センターへ、伸びがありません。ここは打ち上げています。上がりすぎました。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。この回ジャイアンツ結局3人で攻撃を終えています。4回終わって7対1、ジャイアンツ大量リードしています。里崎さん、5回の段階でこれだけのリード、ベンチとしてはどのようなことを考えていますか？まあ、この試合は中継ぎ陣をしっかり休ませるためにも先発投手に完投してもらいたいと思ってるでしょうね。そうですよね。完投勝利できるんでしょうか？変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか？まあそうですね、選球眼のいいバッターなのでストライク先行でいきたいですね。なるほど、そうですか。インコースへの変化球ストライクです。ワンボールツーストライク、ファウルになります。見逃して三振になります。これでツーアウト。打順は9番木浪、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトランインサイド、右中間へ打球伸びる、ここはフライになっています。亀井が掴んでスリーアウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。7対1、ジャイアンツ大量リードしています。これから5回の裏、ジャイアンツの攻撃、バッターボックスには2番亀井、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ジャイアンツ攻撃が噛み合い、大量リードで5回の攻撃に入りました。真ん中へ、ノーボールツーストライク。見逃し三振、ワンアウトです。3番バッター坂本、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いいところで打ってくれましたよね。はい、打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。能見、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さて今日のタイガースの先発は打ち込まれて交代した高橋、今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。バッターは4番岡本、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。2アウトランナーありません。ドカーンと大きな当たりです。高く上がった、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。大量リードをさらに広げるホームランになりました。真ん中に入ってきたストレート、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。らしいホームランを見せてくれました。バッターボックス丸、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ジャイアンツホームランで得点を挙げています。アウトコースストレートが決まっています。打ちました。木浪掴んで3アウトチェンジ。しかしこの回ジャイアンツソロホームランで追加点を挙げています。5回終わって8対1、ジャイアンツのリード広がっています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の表、ゲームは6回の表に入ります。タイガース打順よく1番から始まります。近本がバッターボックスに入ります。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ前の打席はいいリードでしたよね。まあですから今度はバッターが何を狙ってくるかですよね。そうですね。ジャイアンツバッターは2番糸原、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね。ヒットでランナーを一塁、見逃して三振です。まず一つアウトを取りました。バッターは DH ボーア、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナー一塁です。落ちる球、見逃してストライクです。この球は落としましたが決まりません。ファウルになります。惜しいですね。
まったかと思いましたよね。打ちました。この打球はフライになっています。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これでマルチヒット、ランナー三塁一塁となりました。打席には4番バッター大山、ジャイアンツとしてはこれだけ点差があるんで気持ち的に楽にピッチングできますからね。なるほど、そうですね。外れましたけどいいボールでしたね。ピンチの場面でしたが空振り三振を奪います。ツーアウトになっています。バッターは5番サンズ。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。打ちました。吉川一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。8対1、ジャイアンツ大量リードしています。6回の裏、ジャイアンツの攻撃。バッターボックスには指名打者のウィーラー。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。ええ、リードはしてますけどこの打席もしっかり集中していってほしいですね。ええ、そうですね。ジャイアンツ攻撃が噛み合い大量リードで6回の攻撃に入りました。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには7番中島。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いいところで打ってくれましたよね。はい、打点を上げてチームも勝ってるんでここは余裕を持って臨めてるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。能見、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。外の低めです。あっという間にツーストライクです。ファウルになります。これはショート木浪取ってツーアウトです。打席には8番バッター大城。まあ、前の打席はストレートを打たれましたからここはストレートの使い方を考えたいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。初球は変化球から入りました。ファウルです。ノーボールツーストライクです。これは低いところに持ってきました。打ち上げました。ここはフライになっています。4球目打っていきましたが取りました。アウト。この回ジャイアンツ三者凡退です。6回終了8対1、ジャイアンツ大量リードしています。こういう展開になってくると選手の心境というのはどのようなもんなんですか。まあこの試合は勝ったなと思いながら9回を迎えるでしょうね。はい、そのまま勝ちを現実のものにしたいところです。打ち上げた。この打球はフライになっています。3球目打っていきましたがワンアウトとなっています。7番バッター糸井。先ほどの打席最後は空振り三振。初球打ち伸びていく、ここは外野へのフライ。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。糸井、これが自身本日の初ヒットになります。いいコースですが外れています。ナイスボール。このまたデッドボールということになります。現在のピッチャーの状態まだ100球には達していませんが多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただバッターからすればこの後、はい、ジャイアンツピッチャーが変わります。左バッターが続く場面でマウンドに上がるのは田口に変わりまして、田口バッターボックスは9番木浪。先ほどの打席はライトフライに倒れています。デッドボールのランナーが出て二塁一塁となっています。ファウルになります。ここは空振りで三振を取ります。ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター近本。
先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。ツーアウトランナー一塁二塁です。次が3球目、ボール球に思わずバットが出ました。ワンボールツーストライクです。打ちました、切れていきます、ファウル。ピンチの場面でしたが空振り三振を奪います。スリーアウトチェンジ、ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。8対1、ジャイアンツ大量リードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ジャイアンツの攻撃に入ります。ジャイアンツラッキーセブンの攻撃になります。バッターボックスには9番石川、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ジャイアンツ攻撃が噛み合い大量リードで終盤な内野を抜けていきます。石川今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って吉川、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、この打球は落ちるか、どうだ、レフト掴んでワンアウト。打席には2番バッター亀井、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね、ワンアウトになっています。2球目打ちました、木浪が掴んでツーアウト。バッターボックスは3番坂本、今日はホームランを放っています。ツーアウトになっています。アウトコース決まってストライク、さあ2球目は何か、打ちました、これはどうか、センターへ抜ける、これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー二塁一塁。打順は4番岡本、点差は別にしてチャンスをしっかりものにする、そういう姿勢そういう野球を見せてほしいです。初球打ち、これはどうだ、取った、一塁送球します、判定はアウト、スリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。7回終わって8対1、ジャイアンツ大量リードしています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、目のいいバッターですから不利なカウントにならないようにストライク先行でいきたいですね。そうですか、さあバッテリーどう組み立ててくるのか。打ち上げました、ここは打ち上げています、ストレートに詰まってワンアウトとなっています。バッターは DH ボーア、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。田口、まずは先頭バッターを打ち取っています。ストライクになります、ノーボールツーストライクです。変化球空振り、バッターボックスは4番大山、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、ジャイアンツピッチャーが変わります。4番を迎える場面でコールされたのは田中。さあ初球は何か、初球ストレート見送っています、ボール155キロです。外れましたか、いいボールでしたけどね。はい、インコースわずかに外れてボール、外のボールに手を出しました。3ボール2ストライクです。バットに当たりません、三振、3アウトチェンジ。この回タイガース3人で攻撃を終えています。8対1、ジャイアンツ大量リードしています。8回の裏ジャイアンツの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。望月が3番手としてコールされています。点差が大きく開いた場面での登板となりました。打席には5番バッター丸、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ジャイアンツ攻撃が噛み合い大量リードで8回の攻撃に入りました。一塁アウト、バッターボックスには指名打者のウィーラー、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね、ワンアウトランナーありません。ノーボールツーストライク、打ちました、この打球はファウルグラウンドへ、ファウルになります。ボールカウントはツーストライクです。惜しいですね。はい、ストレートわずかに外れてボール、三振になります。ツーアウトになりました。バッターボックスは7番中島、
先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。打順は8番大城。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。デッドボールのランナーが出ています。ここでジャイアンツ代走を送ります。立岡がファーストランナーに入ります。ファウルになります。ワンストライクです。あっという間にツーストライクです。三振です。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。8回終わって8対1、ジャイアンツ大量リードしています。これから9回、ジャイアンツが守りを固めます。ライトの亀井がファースト。小宮山さん、ここはどのようなピッチングをしていけばいいですか？まあ、もう本当に慌てないことですよね。もうほぼもう間違いないわけですから、最後までしっかりと投球をしてほしいと思います。打ちました。フェアかファールか。わずかに左に切れました。ファールボール。ノーボールツーストライクです。打ちました。これはどうか。取った。アウト、ワンアウト。バッターボックスは6番マルテ。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。打ちました。センターへ打球伸びる。ここは打ち上げています。センター掴んでツーアウト。バッターボックス糸井、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトになっています。さあ勝利。打ちました。これはどうだ。センターに抜ける。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスは8番梅野。先ほどの打席はデッドボールでした。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。高い打球右中間へ。ここはフライになっています。外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。試合終了です。ジャイアンツ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。今日は打撃で圧倒しました。本当に打線がつながった、頑張ったゲームになったと思います。勝ったジャイアンツ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のタイガースですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。